新日本プロレスで高橋宏夢に見出され、ジュニアオールスターの大事な試合を務めました。さあ
をしづらいのか、この馬場匠、しかしながらよく見るとイケメン、そのプロレスのイケメンであります、この馬場匠。さあ、ちびっこの星のコール、エルボンテイク。さあ、リング上はふざけない、それがこの栃木プロレス。東京ドームでも、その両部でも、後楽園でも、絶対にオリオンスクエアでも手を抜かない、それがこの栃木プロレス。さあ、2試合目のこのシングルマッチ、さあ、ハイフライング出るか、星野か、それともキック、馬場匠のバックキックであります。さあ、空手やキックボクシングの経験の多いキッカーの中で、この馬場匠はなんとサッカー出身、あの新潟は新潟東高校のサッカー部キャプテンでありました。さあ、このサッカー部のその優勝常連校、そのキャプテン、さあ、ロープに振っていく、何を狙っていくのか。さあ、馬場匠走ってキック、膝を張って、そして走り込んでる。さあ、コーナーしかし避けた。さあ、星野が狙っていく。さあ、レッドをかして、そして星野が見せるキック。まもなく8分を経過しようとしております。さあ、試合